プリティビューティーな解説者、ゆっくりさんが、ドイツ鉄道のフラッグシップ、ICE3、通称 I3 を強制参加させて一緒に現地に突撃するシリーズ。今回もイギリスの田舎町、ハイスの、珍しい鉄道を紹介したいと思います。I3 に前へ行って言ったね。ごめんなさい。こんな小さい町に、まだ変な鉄道があるの、ここじゃないんだな。それが、実は、ハイス、という名前の町は、イギリスに2カ所存在する。前回紹介した、桟橋鉄道があるハイスは、ロンドンから南西に110キロ離れた、サウサンプトンの近隣にあるが、もう一つ、南東方向、ドーバー海峡の目の前で、かつては大陸との玄関口だった、フォークストン、という町の近くにも、ハイス、という名前の場所がある。二つとも、綴りが同じで、大きな港が近くにあり、海に面しているのが特徴だ。そして両方とも、ある共通点を持つ、ちょっと変わった鉄道が走っている。というわけで、一度ロンドンへ戻り、海峡の町、ドーバー行きの列車に乗ることにしよう。今回突撃する、東のハイスの珍鉄道は、西のハイス同様、他の鉄道路線とのつながりがない。ロンドンからは、サンドリング、という、各駅停車しか止まらない小さな駅で下車し、路線バスに乗り換えて、ようやくたどり着く。以前は鉄道区間だけでも、2時間以上もかかっていた道のりだったが、現在は1時間ちょっとで到着できるようになった。それを可能にしたのは、日立製作所が製造した、日本製の高速車両、クラス395型だ。ロンドンから、約、110キロ離れた町、アシュフォードの間に建設された高速区間を、最高時速、225キロで改装し、従来の80分から40分へ、所要時間の大幅な短縮を実現している。高速区間が終わると、その先は、第三機乗方式の在来線、低速区間になるのだが、395型は、ここでも時速120キロで走行する。ただし、この子はハイスの最寄り駅、サンドリングを通過してしまうので、途中の駅で、別の各駅停車に乗り換える必要がある。サンドリングからは、バスに乗れば、わずか10分弱。丘の上から海に向かって、坂を下っていくと、ハイスの街が見えてくる。ところが、ハイスで下車しても、鉄道駅らしきものは見当たらない。一応、道路標識には鉄道があるが、矢印の先に立っているのは、カフェのような、小さな建物のみ。よく見ると、確かに看板には、レールウェイ、と書かれているものの、鉄道駅のような雰囲気は全くない。ここで I さんに質問だ。どうして列車の気配がないのだろう。次の3つから選びなさい。1、サンダーバードのように地中から列車が駅ごとせり上がる。2、単純に地下鉄だから。3、廃線になった。現実は非常である。さあどれだ。どうせ言ってない4番目が答えなんでしょ。なんでわかった。何年一緒にいると思ってるんですか。それでは、I さんが見事、ミステリーハンターに逆らったので、正解に参りましょう。その理由は、入り口の売店で切符を買い、建物の奥に進めば一目瞭然だ。写真だとあまり違和感がないかもしれないが、ホームに置かれているベンチに対し、線路や車両がものすごく小さいことにお気づきだろうか。これが東のハイスの珍鉄道、世界で最も小さい公共鉄道の、ロムニーハイス&リムチャーチ鉄道なのである。このようなミニ鉄道は、遊園地など、特定の敷地を出ることがなく、乗ること自体を目的にした、アトラクションの一つだが、こちらは、二点間の地域の移動を担っている、れっきとした、交通手段。2015年までは、沿線の小学校の通学ルートとしての認定を、自治体から受けていた。レールの幅は、桟橋鉄道よりも、さらに狭い、38センチ。イギリスにはこれより狭い、26センチ幅のレールを用いる保存鉄道が存在するため、完全な世界最小の鉄道、ではないのだが、ハイスの鉄道は、未だ公共交通機関としての地位を保っている。したがってここは、実用されている中では、最も狭いレール幅で運行している鉄道、となる。旅客は、およそ7メートルの客車に乗り、待って待って、遠くから聞こえてくるあの音ってまさか、今度は電気じゃないからな。
お分かりいただけただろうか。ロムニーハイス&ディムチャーチ鉄道の主役は、蒸気機関車。車体が小さくても、石炭を燃やして蒸気を作り、そのエネルギーで走る、本物の蒸気機関車なのである。この鉄道が開業したのは、1927年。現在は、10両の蒸気機関車と、2両のディーゼル機関車が、ハイスの町から、南に突き出た岬の先端、ダンジネスまで、21.7 キロの間を往復している。ちょっと待って。桟橋を走ってた電気機関車って何年製でしたっけ？あれは製造されたのが1917年で、桟橋に来たのが22年。つまり、ここの蒸気機関車より、電気鉄道のあっちの方が古いってことですよね？そうなるね。でも愛さん、そういうことは深く考えない方がいい。何しろこの国は、21世紀にできた蒸気機関車なんてのもいるからな。ロムニー鉄道は、運転を支援する設備も昔ながらのもので、ポイントや信号は、駅にある信号所から、手動で操作する。機関車もまた、小さいながらも、ちゃんとした蒸気機関車。ということは、言い換えれば、電気的に制御されている部分が一切ない。桟橋の電気鉄道のように、編成を組み替えることなく、反対方向に走ることができないので、折り返して出発するときは、少し手間がかかる作業をしている。終点に到着した列車は、はじめに機関車を切り離し、隣の線路に転線。そのまま更新で、先ほど引いてきた列車の横を通り、反対方向へ走行する。駅の先端に立っている信号所付近まで移動すると、再び分岐を通って、脇にある転車台へ。余談だが、通常の転車台は、モーターで動く電動式だが、ロムニー鉄道は車両が軽く、小さいので、人力でも動かせてしまう。それはそうと、この機関車は、イギリスだとあんまり見ないデザインですね。アメリカっぽいよね。でもこの車両も、正真正銘のイギリス製。当時英国領だった、カナダを走る機関車を参考に作ったんだそうだ。カナダの大地は広大で、走行時間が長いから、機関士の負担が少なくなるよう、機関車の運転室が大きく設計されていた。このことに注目した、ロムニー鉄道の創立者が、製造中だった機関車のうち、最後の2両を、カナダ風のデザインに変更させたんだって。でも完成してみたら、英国っぽさが残る、中途半端なシルエットだったから、線を、煙突やドーム、番号プレートを付け替えたり、先頭にベルを追加して、完全なアメリカンスタイルに改造したんだとか。機関車は、転車台で、360度、180度です、そうだった。180度向きを変えた後、ついでに水を補給し、ようやく折り返し列車の先頭に連結される。ところで前回、イギリスは蒸気機関車でも、制御客車を用いて推進運転をしてたって言ってませんでした？あれは客車が1両のローカル線でやってた方法だよ。ここみたいに、重量も繋がっている長い編成でやるのは、さすがに無理。それじゃあ、乗車しよう。乗れるの？こんな面白そうなの、乗らないわけにはいかないでしょう。終点までの切符、二人分買ってますから。っていうか本当に走れるのこれ。さっき走ってるの見ただろ。そうですけど、にわかには信じられなくて。ちょっと寒いかもしれないけど、蒸気機関車の煙と蒸気を感じられる、オープン車両がおすすめですぞ。あ、中に入っちゃえば。見た目ほど窮屈じゃない。むしろこのこじんまり感は、私は好きかも。客車は、窓や扉がある標準型と、これらがない、オープン客車の2種類で構成している。座席は向かい合わせのボックスシートが20席置かれている。3
サイズが小さすぎるため、車両間をつなぐ通路はない。車内も通路を確保するのが難しいので、ボックス席ごとに扉が設けられて、側面から直接乗り込む形になっている。一方、公共交通機関なだけあって、体が不自由な方でも乗車できるよう、扉の幅が広くなっている車両や、ベビーカー、大型の車椅子など、通常の客車に入らないものを乗せる、荷物車も連結されている。今日この編成にはいないが、中には、バーカウンターを備えた車両までいるそうだ。ってこれ、車内を移動する通路がないですよね。どうやってそこに行くんですか？駅に停車している時に直接バー車両に乗車して、次の駅までそこでのんびりいっぱいやるんだよ。ロンドンのボクソール駅の目の前にある、某政府機関に勤務してる人なら走行中に乗り移れるかもしれないけど一般人にはおすすめしない。お、そろそろ発車するっぽい。本当に動いた。だから動くんだっつーの。あんなに小さい機関車で、重量以上もある編成を引けるものなんですね。意外とパワフルだよね。ハイスを発車してからしばらくは、右へ左へ曲がりながら、林の中を低速で運転する。カーブがきついおかげで、後ろの車両からは、牽引している機関車の姿を眺めることができる。時折沿線には家が建っていて、庭先や塀をかすめながらの走行は、珍しくもあり、なかなかスリリングだ。でも思ったよりゆっくり走ってて安心しました。これなら扉がなくても大丈夫。そう、思うじゃん。なんか、さっきより、かなり速くなってません？周りが開けて直線区間になると、一気に速度を上げ始めるんだよ。最高速度は時速40キロ。決して高くない数字なんだけど、地面との距離や車両の揺れも相まって、体感速度はかなり速いんだ。最初は最高速度、120キロで走らせるつもりだったらしい。こんな小さい車両でそんなに出したら脱線しちゃいますって、羊だって驚いて逃げてるじゃないですか。メガネとかカメラとか、小さい荷物が風で飛ばされないようにね。普通の大きさの機関車でも、120はかなり大変な速度だから諦めたんだってさ。当然です。などと、予想外の速さにびっくりしていると、間もなく最初の停車駅、ディムチャーチ駅が近づいてくる。ハイスからの距離は、約8キロ。20分で到着したから、加減速を含めない、単純計算で24キロです。ということは、やっぱりさっき、最高速度で走ってたんですね。この駅からは望むことはできないが、わずか400メートル先に、海があるらしい。特に夏の間は、休暇を過ごす観光客で賑わい、ハイスから一区間だけ、ロムニー鉄道に乗って遊ぶ人も多い。と書かれている。何に？切符と一緒にもらったパンフレット。確かに降りる人が多いです。片道20分なら、ちょっと遊ぶのにちょうどいい時間ですね。速さにビビってたせいか、あっという間な気がしてたけど、意外と長い時間乗ってたんだな。ディムチャーチ駅を発車して、さらに20分、始発駅からは、およそ40分が経つ頃、二つ目の停車駅、路線のちょうど中間地点にある、ニューロムニー駅に列車は到着する。さっき一個駅通過してましたけど、あれは、停車のリクエストがある時だけ、臨時停車するところで、普段は基本的に通過する駅なんだってさ。ニューロムニー駅は、
ロムニー鉄道の中で、最も大きい駅、旅客の扱いのほか、車両の整備、保線の拠点にもなっている。ここからは、線路が一本しかない、単線になるので、反対方面から走ってくる列車を待機するため、20分程度停車する。ちなみにここ、ニューロムニー駅では、必ず、ハイスから走ってくる列車が先に到着するダイヤが組まれている。なぜならこの先には、蒸気機関車の走行に不可欠な、水を補給する施設がない。ここから終点、ダンジネスまで走り、そして再びニューロムニー駅まで戻ってくるのに必要な、往復分の水を、あらかじめ積んでおかなければならず、給水を考慮した停車時間にしているのだ。お客さんも、狭い列車から降りて、駅に併設されているカフェで、つかの間のコーヒーブレイク。どちらかといえばティータイムですね。ここイギリスだから。そうだな。お屋根に覆われている駅構内に目を移すと、私たちの列車と反対方面、排水機の列車を受け継ぐ機関車が待機しています。折り返しの列車は、ニューロムニー駅までの往復を、補給なしで走ってきますので、タンクの水がほぼ空になっています。ここで給水をすると、出発までに時間がかかってしまいますから、水を満載した別の機関車につなぎ替えて、時間のロスを最小限にしているのです。いろいろと手間がかかる分、愛着も湧く蒸気機関車に混じって、ロムニー鉄道では、2両のディーゼル機関車も、旅客列車を引いています。片側に運転席、反対側にエンジンを積んだ、前後非対称のデザインで、どちら側でも、同じ性能を発揮できるのが特徴です。蒸気機関車と違い、向きを変える必要がないので、運転席側を先頭にして走行することも、珍しくありません。運転士さんによると、不格好だが視界が良いこちら側の方が、ストレスがなく、運転しやすいそうだ。彼らは蒸気機関車と比べると、どうしても人気はいまいちですが、2両はそれぞれ異なる塗装と名前が与えられ、個性的な鉄道の一員として働いているそうです。って、いろいろ写真撮ってたら、駅員さんが、話してくれたんだよね。ねえ。さて、水の補給と列車交換を済ませると、終点までラストスパート。前半は、林や牧場が広がる、陸の景色だったのに対し、後半は高い木が消え、代わりに海岸が見える、海の風景が広がる。建物も少なくなった代わりに、陸に上げられている、モーターボートや船が目につくようになってきました。それから、海岸と並行している線路を横切って、内陸に向かう道路が増え、心なしか、踏切も多くなりましたね。それよりも気になったのが、なんだい、さっきと車両が変わってね。茶色い車両が青くなってるし、側面が飛び出た窓がついた車両なんて連結されてなかったよな。愛さんバレちゃったぞ。バレない方がおかしいですよ。ゆっくりさんがニューロムニー駅で、発車するところを外から見たいって下車しちゃったから、1時間待って、1本後の列車に乗り換えました。どうせなら、いろんな機関車に乗れた方がいいだろう。まあそれは一理ありますけど。最初に乗ったのは、牛よけのカウキャッチャーや、ベルがついた、アメリカンスタイルの機関車だったが、次に乗っているのは、イギリスが誇る名機関車、クラス A1 型を、忠実に縮小した車両。なんと、オリジナルの A1 型の設計図を借りて製造したというのだから驚きだ。その中で、私たちが乗っている、2号機、ノーザンチーフ号は、この鉄道が開業に向けて発注した、初期の機関車の1両。1926年、当時まだ建設中だった、ロムニーハイス&ディムチャーチ鉄道を訪れた、ヨーク公爵。後のイギリス国王、ジョージ6世となる方をお乗せした、由緒ある機関車でもあるのだ。もちろんこれが、ロムニー鉄道で、初めてのお召し列車だそうだ。そんな機関車に揺られること、20分余り、前方に、大きな灯台が見えてきたら、1時間30分の旅も、終わりが近づいている。
列車は大きく右に曲がると同時に、速度を落としていき、最後にゆっくりと停車。終点、ダンジネス駅に到着だ。着きましたね。平坦ながら、ずっとジェットコースターに乗っているようなスピード感で、乗り応えがありました。でも正直、少し疲れたかも。ダンジネスは、岬の先端にあり、駅の周辺は、灯台と、いくつかの建物、そして少し離れている場所に、発電所が建っている以外、特に何もない、殺風景な場所だ。しかしここには、600種類以上、英国の3分の1に相当する数の植物が生息し、自然保護区域に指定されている。ここでしか生息していない植物には、ここでしか見られない昆虫が集まり、また、それを捕らえる鳥類も飛来するため、自然、生物を研究する機関の、重要な観察場所になっているほか、ロムニー鉄道は、ここで線路に敷く、砂利を採取している。もしかしてそのために、わざわざ何もない場所まで線路を伸ばしたんですか？よくおわかりで。ハイスと違って土地に余裕があるためか、僻地にメンテナンスが必要な転車台は合理的でないと考えたのか。この駅の線路は、周囲を一周して、元来た道に戻る、ループ線になっている。これによって、ダンジネスでは、進行方向を変えることなく、そのまま発車するだけで、ハイスへ戻れてしまうのだ。ハイスといえば、この鉄道は、桟橋鉄道みたいに廃線の可能性はあるんでしょうか？ここはまず大丈夫じゃないかな。割と有名なところだし、ロンドンから手軽に来れるから、お客さんも多いし、そもそも私、サウサンプトンのハイスを知らなくて、最初はこの地域に2つ、新鉄道があると思ってたんだよ。西と東、電気と蒸気、そして、短距離と長距離、ミニ鉄道という共通点を持ちながらも、中身は正反対だった。ハイスの鉄道は、いかがでしたでしょうか？もしイギリスを旅行される方は、ロンドンからドーバー海峡までちょっと足を伸ばして、日本製の高速列車と、英国免前回の蒸気機関車、二つの全く異なる列車の旅を一度に体験する、なんて過ごし方も、楽しいと思います。ゆっくりさんまずロンドンに来るというのがハードル高いと思うんですけど。そう。それでは、今回の突撃レポートは、この辺でお別れしたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。じゃあ私たちは、駅で休憩してから折り返しの列車に乗るか、また1時間以上、シェイクされるんですね。なんだかどっと疲れが。